はいみなさん、こんにちは、u r 都キューバーです。今日は個別株式投資よりはインデックス投資は十分なわけということで話していきたいと思います。まず、今日のテーマを選んだ理由なんですけども、こちらは SNP 学の2020年のチャートになっているんですけども、こちらのリターンを確認しますと 12.、12.96%にもなっています。まあ、そんなに悪くないかなと思います。ただ、 その一方で、個別株式として、例えば、アメリカの方は、マイクロソフトはだいたいプラス20%、アルファベット、グーグルですね、プラス33%、日本でも7ア i 23%、楽天35、35%、と、東芝はだいたい50%にもなっています。それを見ますと、個別株の方がいいじゃんもうインデックス投資はやめる と思う方も多いかもしれませんけども、ここは少し待っていただきたいと思います。そんな簡単な話ではありません。ということで、今日は個別株式投資とインデックス投資を分かりやすく比較していきたいと思います。今日の内容はこちらになります。まず、個別株式投資のメリットとデメリット。次は、インデックス投資のメリットとデメリット。最後に、資産形成にはインデックス投資が適切なわけ。 ということで話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。またこちらは僕のプロフィールなんですけども、興味がある方は見ていただければと思います。またぜひよかったらいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。まず個別株式のメリットについて話していきたいと思います。まず1つ目はリターンの可能性はほぼ無限ということで こちらは去年のアメリカ株の上昇率のランキングを確認していきたいと思います。こちらになりますけれども、例えば、ビットデジタルという会社は、1年間でプラス3691%、ノババックスは2889%、ブリンクチャージングは2300%、バックスワーチは1600%、次は1400、1300、次々ともう1000%以上を上がった。 会社はいいいっぱいあるということになりますこれを見ますと、個別株式では1年間で資産を10倍にできる可能性は十分あるということになります。次のメリットは、自分の理解できる好きな企業を選択できるということになります。例えば、s p 5 0 0は、まあ、アメリカの有料企業500社で構成されている指数なんですけども、こちらは上位10社以外はどんな企業があるのか言えますか例えば、皆さんのご存知の アップルとかマイクロソフト、アマゾンとかありますけれども、それ以外の企業は皆さんご存知ですかまあ、例えば、石油やガス関係は23社もあります。タバコ関係でも2社があるということで、なかなかあまりよろしくない企業も残念ながら入っている形になっています。なので、こういった指数に投資すると、どんな企業で構成されるというのがもうすでに決まっている形になっています。 それだけではなくて、あとはそういった指数にまだ含めていない企業もたくさんありますので、こちらの方は逆に急成長の可能性は十分あるということになります。先ほど見た上昇率の高い企業では、こちらの全て s の p 格に含まれていない形になっています。ということで、自分の判断で投資ができる形になりますので、こういった急成長を狙う形になります。3つ目のメリットは、 ファンダメタル分析でもテクニカル分析でもできるということになります。こちらは少しだけおさらいとして説明していきます。まず、ファンダメタル分析というのは長期投資となります。こちらは基本的には老後の資産形成のために使う分析になります。基本的には長期保有10年間以上になります。こちらの投資スタイルは w ルバフェントさんの投資スタイルになります。こちらは何かするかというと 企業の財務状況や業績、ビジネスモデル、将来性などを分析して投資するかどうかを判断します。こちらは企業の将来性だったりとか、今の株価は安いのかを分析するためのツールになります。もう一個はテクニカル分析なんですけども、こちらは基本的には短期投資になります。ということで株価のトレンドに乗ろうとするスタイルになります。 こちらは、株価を分析して、今は、買い時とか売り時とかを話します。こちらは、基本的には、ウォールガイやヘッジファンドの投資家スタイルになります。これでは、株価のトレンドで話します。なので、間マジカル能性は十分ありますのでで、きるだけ皆さんも気をつけていただきたいと思います。次は、小林株式投資のデメリットについて話していきたいと思います。まず、一つ目は、 基幹投資家の方が強い。個人投資が不利。ということなんですけども、こういった財務状況など、まあ、確かに基幹投資家の方がもう十分、情報収納力は全然違います。なので、その自分として投資するかどうかを判断しても、遅れる可能性は十分あるということになります。次は、ファンダメタル分析に関してはもう時間はかかりますし、すぐに歴が出ないということになります。基本的には、こういったファンダメタル分析することで、 その企業の将来性を確認しますので、分析の結果がちゃんとしても、本当にそういった利益が出るまでには時間がかかる十分は可能性があります。3つ目は、テクニカル分析なんですけれども、こちらの方では判断を間違える可能性は十分あるということになります。まあ、分析しても、これから上昇トレンドだと思って、投資してまあ必ず上がるというわけではもちろんありません。間違えたらすぐに損りしましょう。また、 こういったすでに相場やニュースはもうしっかりと確認しないといけないということになります。まあ、例えば、全く働きして、で、見たら、お、株価めちゃ下がったんやなんでやと思って、ま、実は、前の日に、え、計算発表だったということがありましたら、もう本当に知らないうちには損してしまう可能性も十分ありますので、気をつけていただきたいと思います。次は、インデックス投資について話していきます。 まず、おさらいとして、インデックス投資というのは、指数に連動する商品に投資する形になります。この指数というのは、例えば、アイ5 0 0グニューヨークダウン、日経平均株価、トピックスなどといった指数になります。で、こちらは、インデックス投資は、それに対しては、個別株式に関しては、例えば、1社だけに投資する形になります。例えば、アップルに投資するとか、マイクロソフトに投資するとか、といった形になります。 そのインポーでインデックス投資ではアップルとかマイクロソフト、Google といった複数の銘柄に投資する形になります。1社か複数の銘柄に投資する形になります。まあ、例えば、最も有名な指数として s p 額がありますけども、こちらはアメリカのユーロ企業学者になります。こちらは皆さんのご推しの通り、そういった10社はもう主になっておりまして、 アップルとかフェイスブックとかアルファベットとかマイクロソフトといった大きな企業にはもうそれは同時に投資できるというのはインデックス投資の一つのメリットになりますまた SNP グラのセクターを確認しますと情報技術、ヘルスケア、金融、一般消費財といったいろんなセクターにも分散投資になっている形になりますということで インデックス投資のメリット、その1としては簡単に昇格で分散投資できる形になります。そうすることで投資のリスクを低減できる形になります。二つ目、銘柄の入りケア、自動。ということで、基本的には自分でどんな企業を売るのか、どんな企業を買うのか、それはもう自分で揃わせずにメンテナンスは基本的にはしなくてもいいかなと思います。三つ目は、長期投資にも最適。ということで、基本的にはもう買った後にも置いて いいいても全く問題がななととうことになります次はインデックス投資のデメリットについて話していきたいと思います。まず1つ目は投資したくない銘柄も含まれている形になりますけども先ほど説明した通り SP500 はもうそれは本当に世界に最も注目されている指数でも、まあ、石油やガス関係の企業は13社タバコだと2社も入っていますのであまりよろしくない企業も残念ながら入っている形になっています。 2つ目、種類が多く選定しにくいということなんですけども、例えば投資信託だっても、ETF だっても、ま、国別、日本のものもありますし、アメリカ、新興国,国、先進国もいろんな地域も入っています。また、後配と株も入りますし、テマ型といったものもたくさんありますけども、どんなインデックス投資したいるのか、なかなか選定しづらい形になるかなと思います。最後に、 短期で大きなリターンを練りにくい形になりますけれども、先ほど説明した通り、個別株式だと1年間で1000%もできますけれども、インデックス投資だと、もうまず長期で見ても年間5から7%程度になるかなと思いますので、そのにすぐに資産が倍になる形にならないということになります。最後に、資産形成にはインデックス投資が適切なわけということで話していきたいと思います。 まずおさらいとして資産形成というのは老後の資産を用意するためのものになりますけれども基本的には長期保有になりますなのでその個別株式をした場合に売却のタイミングが重要になってくる形になりますその一方でインデックス投資だともうそのままほったらかししても全く問題がないという形になります、まあ、例えばこちらはノキアの株なんですけれども個別株式として投資したとしても ずっと、例えば昔に、方としても、すごく上がった時期もありましたけど、その後もずっと下がった傾向にもありますので、リターンに大きな下げる形にも十分あるかなと思います。また、インデックス投資に関しては、初心者でも少額で資産形成ができる形になります。まあ、例えば、以前の動画でも、こちらは、ETF の王様であるヴァンガード社の5つの ETF も紹介していますけども、 例えば、こちらは SNB500、全世界株、新国株、アメリカの高配当株と債券でもこういった ETF で持つだけで簡単に資産形成できる形になりますので、すごく簡単になります。最後に、歴史を見ますと、インデックス投資が圧倒的に有利という形になりますけれども、こちらのグラフを確認していただきたいと思います。こちらは緑色ではアクティブファンド、 が勝っている時になりますこちらはファンドとしてどんな企業に投資するのかを選定して入れ替えしている形になります。その一方でパシュフ,ファンドというのはもうこちらはインデックス投資の方なものになります。これを見ますともう圧倒的にパシュフ,ファンドの方が有利という形になります。パシュフ,ファンドは完全にアクティブファンドに勝っている形になります。なのでインデックス投資の方がいいかなと思います。 では今日のまとめに入りたいと思います。こちらは個別株式投資とインデックス投資のメリットとデメリットをそれぞれまとめた形になります。まあ先ほど説明した通りになりますけども本当に初心者だともう完全にインデックス投資からスタートしていただいた方が安心かなと思います。またそれだけではなくてインデックス投資でも十分資産形成や FIRE でも簡単にできますのでこちらの方が 少しにやった方がいいのかなと思います。僕も完全にインデックス投資だけ、まあ E.T.F とか投資しなだけやってますけども、それでも十分お金が増えていますので、これらで進めていただければいいのかなと思っています。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思う方はぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはブログとツイッターもやっていますので、ぜひフォローお願いします。 リンクは下の方にありますので見ていただければと思います。最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントしていただければと思います。コメントは必ず見ますので何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回で。